丈夫だと思うけど、英語の教科書も取ってこれたしね。チリ、あれはもう完璧だよ。だってあれって1学期に配られたプリントさえ暗記してればいいんだもん。楽勝楽勝。プリント、ゆえはもう全部丸暗記しちゃったもんね。だってもう必要ないから捨てちゃったもん。ねえ、もういい加減諦めようよ。だからゆえが暗記したのを全部教えてあげるってば。それって勝手にともちゃんが思ってるだけでしょ。向こうは全然そんなこと意識してないと思うよ。だいたいこんな時間まで外をうろついてるわけないじゃない。絶対もう家に帰ってると思う。あー、ほら見て見て、あそこ、あの噴水の向こう側、猫がいるでしょ。ともちゃん、ダメだよ、急に駆け出しちゃ。待ってよ、ともちゃん。雨降らないかな。
こんなんじゃなくて、もっとすごいやつ。空は昼っていうのが嘘みたいなぐらいに真っ暗で、ダーってアスファルトを叩く音が教室中に充満しちゃうほど激しい雨。細かい霧の粒子みたいのが空気中にしっとりと漂ってて、それを吸い込むたびに胸が押しつぶされそうになるぐらい悲しくなっちゃうやつ。そういう雨にこそふさわしい傘をね、この前買ったの。だからこんな風にしとしとと降るようなんじゃダメなの。もっと豪快なやつじゃないとあの傘は使えないから。あ、トモヤにしては珍しくなかなか的確なこと言うね。ちょっと違う気がするけど。え、普通の傘だよ。柄のところが木でできてて、雨を避けるところには布が貼ってあって、白。眩しいくらいに白い傘。てるてる坊主を逆さに吊るすといいって、あれ本当かな？違うよ。これ、これのことだってば。Thank you.
要は奪還できない方が良かったんだけど、それじゃあ結局縁が解けちゃったってことじゃない？そうだね。ねえ、智也。
トモヤ？私も一緒にいたいよ。私もずっと好きだったんだよ。でも智也なかなか言ってくれないし、智也は私のこと嫌いなのかなって思うとすごく苦しくて、最初はね気づかなかったんだ、智也のこと好きだってこと。あの時のこと覚えてる？私が巾着袋なくした時のこと。智也が一生懸命探してくれたんだったよね。暗くなってさ、お母さんたちが帰りなさいって言っても探すのやめなくて、実はねあの巾着にね智也の写真が入ってたんだ。私だけの秘密のやつ。その時ね私気づいたんだ、智也のことがすっごく好きだってことに。なんでそれまで気づかなかったんだろうね。もう待ちくたびれちゃうところだったんだから。切れてたから切符買ってたのに、そのままどっか行っちゃうんだから。
無視していくことないじゃないか。もう。もう冷たいんだから。お母さんがね、ともちゃんのこと心配してたよ。ご飯はちゃんと食べてるのかって。ほーん、そっか。じゃあさ、今度ゆえがお弁当作ってきてあげよっか。現金だな。そこだけ反応するなんて。友達ね。ふん。あの子今病院にいるんだよ。うん。まあそんなに大したことじゃないらしいけど、とりあえずっていう感じらしいよ。それでね、やっぱり病院って退屈なんだって。それで夜電話があるんだ。そんなに長くないよ、すぐ戻ってくるよ。へえ、みなもちゃんには優しいな。いいもん、ついでならいいもん。みなもちゃんは駅前の喫茶店のパフェがいいらしいですよ。まだ初日だよ。大変だね。私は、ま、最終日をお楽しみにってことで。頑張ろう。それじゃあね、三上くん。Thank you.
今日のテストどうだったよ。なるほど、まずまずの出来ってとこか。こっちもそんなもんだ。そっちこそな。